データセンターとサービスデスク。おはようございます、マサルです。今回はサービスマネジメントの分野からデータセンターとサービスデスクについて一緒に勉強していきます。それでは始めます。平成30年秋、問い47。 IT サービスを提供するためにデータセンターでは建物や設備などの資源を最適な状態に保つように維持・保全する必要がある。建物や設備の維持・保全に関する説明として適切なものはどれか。 A. IT ベンダーと顧客の間で不正アクセスの監視に関するサービスレベルを合意する。 E. 自家発電機を必要な時に利用できるようにするために点検などを行う。 U. 建物の建設計画を立案し建設工事を完成させる。 A. データセンターで提供している IT サービスに関する利用者からの問い合わせへの対応・一時解決を行う。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は E. 自家発電機を必要な時に利用できるようにするために点検などを行う。こちらが正解です。それでは解説していきます。今回はデータセンターに関する問題でした。データセンターとはサーバーやネットワーク機器を設置・保管し高い可用性を持って運用することに特化した施設のことを言います。主なデータセンターを利用するメリットは、社内にサーバーを置かなくても良いので設置スペースが不要になること。また24時間365日機器にとって最適な空調および防犯対策が実施されていることなどが挙げられます。よってデータセンターの建物や設備の維持・保全に関する説明として最も適切なものは、選択肢 E、 自家発電機を必要な時に利用できるようにするために点検などを行うです。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。A の選択肢は SLA、 サービスレベルアグリメントに関する説明です。 SLA はサービスの利用者と提供者でサービスレベルを合意するためのものです。A の選択肢は不正アクセスの監視に関するサービスレベルを合意しているため SLA に関する説明だと判断することができます。次の選択肢 U は建設計画の立案と書かれています。維持・保全というのはデータセンターが建てられた後に適切な状態に保つことなので建設計画の立案は該当しません。次の選択肢 A はサービスデスクに関する説明です。サービスデスクは別名ヘルプデスクとも呼ばれます。IT サービスを利用する顧客と IT サービスを提供する組織との窓口の役割を担います。今回の問題は建物や設備の維持・保全に関する説明なので、この選択肢も間違い選択肢であると判断することができます。では問題を見直しましょう。平成30年秋、問い47。 IT サービスを提供するためにデータセンターでは建物や設備などの資源を最適な状態に保つように維持・保全する必要がある。建物や設備の維持・保全に関する説明として適切なものはどれか。正解は E、 自家発電機を必要な時に利用できるようにするために点検などを行う。こちらが正解です。では次の問題です。令和4年春、問い54。顧客からの電話による問い合わせに対応しているサービスデスクが次のようなオペレーター支援システムを導入した。このシステム導入で期待できる効果A から C のうち適切なものだけを全て挙げたものはどれか。顧客とオペレーターの会話をシステムが認識し瞬時に知識データベースと照合、次に確認すべき事項や最適な回答の候補をオペレーターのディスプレイに表示する。 A 経験の浅いオペレーターでも最適な回答候補をもとに顧客対応することができるのでオペレーターによる対応のばらつきを抑えることができる。 B 顧客の要件を自動的に把握して回答するので電話による問い合わせに24時間対応することができる。 C 対応に必要な情報をオペレーターが探す必要がなくなるので個々の顧客対応時間を短縮することができる。期待できる効果の組み合わせはどれでしょうか？それでは正解です。正解はこちらです。 U、 A と C の組み合わせが正しい組み合わせです。それでは解説していきます。この問題はサービスデスクに
顧客とオペレーターの会話をシステムが認識し、瞬時に知識データベースと照合、次に確認すべき事項や最適な回答の候補をオペレーターのディスプレイに表示する。この支援システムを導入した場合、どのような効果が期待できるかという問題でした。この問題は状況を想像すれば答えることができますよね。まず A の選択肢、こちらは経験の浅いオペレーターもベテランのオペレーターも最適な情報がディスプレイに表示されることになるので、対応のばらつきを抑えることが期待できます。よって正解選択肢です。次の選択肢 B は、電話による問い合わせに24時間対応することができるとありますが、今回導入するシステムはあくまでもディスプレイに最適な情報を表示するだけです。オペレーターに代わって顧客対応するようなシステムではないので、24時間対応できるようになるわけではありません。よって間違い選択肢です。最後の選択肢 C は、顧客対応時間の短縮とあります。対応に必要な情報がオペレーターのディスプレイに表示されるようになるので、時間短縮を期待することができますよね。よって C の選択肢は正解選択肢です。では問題を見直しましょう。令和4年春問54、顧客からの電話による問い合わせに対応しているサービスデスクが、次のようなオペレーター支援システムを導入した。このシステム導入で期待できる効果 A から C のうち、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。導入するシステムとは、顧客とオペレーターの会話をシステムが認識し、瞬時に知識データベースと照合、次に確認すべき事項や最適な回答の候補をオペレーターのディスプレイに表示するシステムです。このシステムによって期待できる効果は、選択肢 A と C、 経験の浅いオペレーターでも最適な回答候補をもとに顧客対応することができるので、オペレーターによる対応のばらつきを抑えることができる。そして対応に必要な情報をオペレーターが探す必要がなくなるので、個々の顧客対応時間を短縮することができる。この2つの組み合わせが正解です。それではここでブレイクタイムです。試験対策としては覚える必要はありませんが、今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回はデータセンターについて一緒に勉強しました。データセンターにまつわる話を少しご紹介したいと思います。データセンターというのは、セキュリティの観点から場所を公開しないことがあります。悪意のある人がデータセンターを狙って攻撃してくる可能性があります。そのようなリスクを減らすために、データセンターの場所は公開しないことが多いです。またデータセンターは自然災害に強い場所に建てられます。なので家を建てる場合はデータセンターが近くにあると安心みたいな噂があったりします。あとはデータセンター内の話です。データセンター内は迷路のように複雑になっています。これも悪意のある第三者がデータセンター内に侵入した時に、攻撃者の意図した行動ができないようにする目的があります。またデータセンター内は様々な機器で溢れているため、騒音がかなりすごいことになっています。すぐ近くで作業している場合でも、大声を出してコミュニケーションを取らないと、お互い何を言っているのか分からなくなってしまいます。日々データセンター内で仕事をしてくれている人に感謝したいですね。それでは最後に復習です。 IT サービスを提供するために、データセンターでは建物や設備などの資源を最適な状態に保つように維持・保全する必要がある。建物や設備の維持・保全に関する説明として適切なものはどれか。正解は E、 自家発電機を必要な時に利用できるようにするために点検などを行う。次の問題、顧客からの電話による問い合わせに対応しているサービスデスクが、次のようなオペレーター支援システムを導入した。このシステム導入で期待できる効果 A から C のうち、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。導入するシステムは、顧客とオペレーターの会話をシステムが認識し、瞬時に知識データベースと照合、次に確認すべき事項や最適な回答の候補をオペレーターのディスプレイに表示する。期待できる効果は A と C の組み合わせです。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは、一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると、 Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは、勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して、皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。